こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶楽の前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は山水方位を含むです。方位は他人に対する心遣いの微笑です。李旦の清流情報印紙に、風縁縁根を結び山水方位を含むとあります。意味は、風や塵は故郷を遠く離れた身の恨みを結ぶが、山水は慰めの心馳せを見せるということです。で、今から山水方位を含むを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。